大谷、早くも嘆かれる。エンゼルス大谷は23日ホームでのパイレーツ戦で36号ホームランを放ち、チームの勝利に貢献した。今季終了後に FA となる影響もあってか、大谷のトレードに関する噂は絶えない。現地時間8月1日がトレード期限だが、エンゼルスはそれまで本拠地での試合はない。もし、トレードとなれば、本拠地エンゼルスタジアムでエンゼルスの選手として、プレイするのはこの試合が最後になる。これに対して SNS では、トレードになったらホーム最終戦、再びこのスタジアムに戻ってくることを信じたい、などといった声が上がっている。メディアが煽ってるだけで、そこまでトレードの可能性は高くないんじゃないか。トレード相手にとっては、短期間保有するために有望株出さずとも、オフに FA になるわけだし、エンゼルスは大谷を出すなら大きな見返りが欲しいだろ。あわよくば、オフに契約を延長したいしな。今のメンバーたちが本気で勝ちたいと思えるプレイをするならば、大谷は期待に応えるだろ。そうなればトレードもしにくくなるだろうな。今エンゼルスは大谷さんを中心にまとまっているぞ。オーナーも大谷がチームにいることのメリットを冷静に考えたら手放すことはないだろ。エンゼルス残留が濃厚だとは思うが、夏休みで日曜日のデーゲームだというのに相変わらず観客の少ないこと、せっかく選手たちが諦めずにプレイオフ進出を目指しているのだから大声援で背中を押してほしいもんだな。エンゼルスでポストシーズンを勝ってワールドチャンピオンになり、大谷がずっといてくれたら最高だわ。 FA になり大谷が新天地を求め新たなステップを上がってくれるのも嬉しいかな。大谷じゃなくてネビンがトレードだろ。でも相手がいないのか。レンドンもおまけしとくわ。このチャンネルでは大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。